どうも、百瀬です。さあ、本日はルイ18世を見ていきます。よろしくお願いいたします。いやー、来ました、来ましたね。ルイ18世もそうですが、何よりもこのナポレオン・ボナパルトをね、今日やりますから、また面白い回になりますね。いや、もうこれまでですね、ブルーボン朝見てきました。アンリ4世から絶対王政からフランス革命とですね、もう大事件のオンパレードでね、もう話してるこっちもね、もう毎回ヒー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 言いながらお話ししてますが、まあ今日もまたそういうことで面白い回になりますよね。もう前回のフランス革命によってですね、一気にこのブルーボン朝を執権してしまってですね、ただまあしかしもう一回ここでね、今日浮上していきますんで、じゃあナポレオンとの関係でそれを見ていきましょうね。今日見ていただいた方はこのナポレオンもわかるし、ブルボン朝もわかるということでね、まあぜひ皆さんと楽しい時間を過ごしたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ今日の登場人物をですね、ざっと確認したいと思うんですね。今日はルイ18世、まずルイ18世誰っていうね、まあそう思う方も多いと思いますね。ルイ16世が、まあフランス革命によって、まあ、弾頭台でね、ギロチン台でもう処刑されてしまったその王の弟にあたる人がこのルイ18世なんですね。まあ元の名はまあプロヴァンス伯ルイとかね、まあそう言われたりしていました。このプロヴァンス伯ルイと、またさらにその下の弟にですね、アルトア伯っていうのがいたんですね。アルトア伯シャルルがいてですね、このルイ18世とアルトア伯がですね、虎視眈々とね、もういつまたこの王族が復活してやろうかってね、この状況を伺っていると、まあそんな姿をね、イメージまずしてもらいたいと思いますね。じゃあもう早速行ってみましょうということになります。時は1791年、これはフランス革命がですね、いよいよこの深刻さを増してくるという場面になりますよ。バスティーユ牢獄が襲撃をされて、ベルサイユ行進なんつってね、もうベルサイユ宮殿からルイ16世の一家が引きずり出されちゃったなんつって、とんでもない事件が起こっていた。いよいよこれは王族一家ももうこのまんまフランスにはいられないんじゃないかね、身の危険をいよいよ感じるぞというところになってきてるんですね。その時に、まあ、マリー・アントワネットらがですね、まあ、画策をして、じゃあもう国外に逃亡しましょうとね、うちの実家のオーストリアのお領地にでも行きますかなんてね、で、行くわけなんですよ。逃亡を始めるね、夜逃げを始める。ところが、まあルイ16世とその奥さんのマリー・アントワネット一家はですね、このバレンヌっていうところで、まあ、捕まっちゃうんですね。まあ、何逃げてんすかということで、まあ、この夜逃げ失敗、ね、なっちゃうんですよ。ところが、まあ、そのルイ16世とは別のルートをたどっていったのが、このルイ18世だったんですね。まあ、時にまだプロヴァンス伯ルイという時でありました。で、このプロヴァンス伯ルイはですね、そうやってうまくブリュッセルまで逃げるんですね。ブリュッセルまで逃げて、あ、やべえな、兄ちゃん失敗したんだな、なんつってね。で、またその後にはこうコブレンツなんていう都市にいたりして、またこのフランス革命どうやって推移していくかをこう見ているところなんですね。そうしていると1793年にはついにね、ルイ16世が処刑をされてしまうということになりますね。いや、とんでもないことになってきたな、フランス国内ということなんですよ。まあ、ルイ16世が処刑されるちょっと前にはもう王政が廃止されてますからね。もう王政が廃止されてるんで、もうこの時にはもう国王ってのはいない状態ですということになってるんですが、まあ当然にして、このプロヴァンス伯ルイはじめ王族にとってはね、そんなものは認められんということなんですね。もう革命軍は どんどんとそうやってね、王政を廃止してってね、じゃあこれからはやれ国民会議です、何だの国民公会ですなんてね、やってるんですが、まあそれに対してあくまでこう自分たちはフランス政府、自分たちこそはね、フランス政府だと、フランスの王族一家だということをこう自称でね、自称フランス政府を名乗るんですね。で、ルイ16世が亡くなった時はですね、じゃあその幼い子供、ルイ16世の子供のルイ17世を、まあ、国王として、で、自分プロヴァンス伯ルイは摂政につきますよとね。で、弟のアルトア伯はじゃあ国王総代ですなんつってね、まあ勝手にこう声明を出したりして、
まああんまりこう見向きする人いないなっていうね感じで進んでいくんですよね。で1795年になると今度はそのルイ17世ね、まあ、前回やりましたね、かわいそうな幼くして死んじゃった、そのルイ17世が亡くなっちゃったんで、じゃあ今度プロヴァンス伯ルイはいよいよ今度は自分が摂政じゃなくて国王になる番だとね、まあ、順当に国王の座が継承されていけばもうね、そういう順番になりますから、ルイ17世も子供いないしね、じゃあルイ16世の弟のプロヴァンス伯ルイがじゃあ国王のルイ18世になりますよということをね宣言するんですね。でこの宣言をしたところがイタリアのベローナだったということなんですね。まあ、各地転々としてるんですね。そのブリュッセルからのコブレンツに行って、また自称フランス政府だと言った時は、まあ、ドイツのハムっていうところにいてね、ハムっていうところにいて、今度はベローナね、まあこの辺を転々とする、まあ、そういう生活ですよ。フランスの国内にいられない、ね、勢いだけはでもいいぞということですね。じゃあ何やりたいかと言ったら、まずは大殺しの断固処罰をしたいんだとね。大殺しってのは何よ、まさにルイ16世ギロチン台に送りやがったあの議員たちこそは許せないね、それに加担してるやつらは許せない、あの大殺しに関与したやつらをこう断固処罰してやるぞと、と同時に目指すものはアンシャンレジームね、この革命前の旧体制をもう一回復活させるんだということを打ち立てるんですね。まあ実はですね、なんかこう遠吠えね、この負け犬の遠吠え的にも聞こえますが、実はこの時ですね、チャンスがないわけでもなかったんですね。この時フランス国内はですね、依然としてこのかなりの混乱状態ですよ。まあここには書きませんでしたけども、このルイ17世が亡くなるちょっと前にね、例のテルミドールのクーデターありましたよね。この恐怖政治やりすぎちゃってね、でロベスピエールが今度処刑をされて、いや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 と、これいよいよフランスどこに行くのという状態になってますよね。でその時に国民公会の中ではですね、王党派っていうのは優位だったんですね。でこの王党派っていうのが、まあ基本的には王族の、まあ、王族に近しい党派ですからね、その名の通り王の党の派ということですからね。で王党派、ただ王党派の中にもですね、この、まあ、バリバリのアンシャンレジームで行こうというよりは、まあやはりここは憲法っていうのを作ってね、それにのっとってやっていくのがいいということで、まあ、立憲王政を目指すグループが強かったんですね。なのでここのルイ18世との意見の違いっていうのはあってですね、まあ、そこもちょっとうまくいかなかったね。ただまあそうは言っても、そういう混乱期で、まあ、相当なこう政治家、まあ、やり手の政治家だったらですね、ここももしかしたら乗り越えられたのかもしれない、この時点で復権できたのかもしれないですが、まあね、そうはならなかったんですね。なぜならなかったかというと、そのやり手がですね、この王族からじゃなくて違うとこから出てきちゃったんですね。それこそはまさにね、皆さんそうですと、このナポレオン・ボナパルトだったんですよ。ここから歴史の表舞台にナポレオン・ボナパルト出てくることになりますね。まあそういうことで、この国民公会の中ではですね、王党派が優位に立ってますよということだったんですが、まあ実権を握って相対しているのはですね、テルミドール派っていうのがあったんですね。まさにあのテルミドールのクーデターをですね、まあ、主導してきた一派でもあると。でテルミドール派がですね、このまんま選挙に突入すると、まあ、王党派勝っちゃうぞとね、やばいなということで3分の2法っていうね、まあ、そういう法律を定めましたと。今度選挙をやるときはその3分の2はね、今の議員の中から選ばなきゃいけないですよですね、まあ、実態としてこの王党派に勝たせないようにね、まあ、そういう法律を作ってきたと、まあ、ざっくり言うとこういうことなんですね。そうすると当然にこの王党派がぶち切れる、何勝手になっとんじゃということで武装蜂起に出るんですね。その武装蜂起がバンデミエールの蜂起ね、バンデミエールの反乱なんていうふうに言われますね。でここが王党派が主導したところで、これの鎮圧に当たったのがナポレオン・ボナパルトという人だったんですね。ナポレオン・ボナパルトはですね、もういきなりここで大胆なね軍事行動に出るんですね。市街地ですよ、街中ですよ、で街中でいきなり大砲をぶちまけるんですね。ボガーンとやると、まあただのね大砲だったかといえば、それもただの大砲ではなくてですね、この発射した時にバン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 でこう各地にね散弾するような、まあ、そういうブドウ弾っていうね被害が大きいやつね、
あれを市街地でぶちまけるというですね、こいつはやべえのが来たなとね、みんな思ったでしょう。ナポレオンというのはなかなかやる男だと思ったでしょうね。そういったことでここでナポレオン・ボナパルトがですね、ヴァン・デ・ミエールの放棄にちなんでヴァン・デ・ミエール将軍なんていうですね、名前も、まあ、あだ名でもらってですね、ここで出てくるということになるんですね。まあ引き続きフランス国内はそうやって混乱の中にあってもですね、ナポレオン・ボナパルトの勢いはここからうなぎ登りになっていくんですね。1796年にはイタリアに遠征をしようということになって、まあ、自らイタリア方面軍の司令官に任命をされることになります。イタリアでもですね、こう活躍したんですね。対オーストリアです、この時はね、主には対オーストリアで、翌年カンポ・フォルミオ条約という条約を結んでですね、もう軒並み北イタリアをですね、制圧勢力下に、置いちゃうんですね。いやあいつなかなかやるなとか言ってね、まあ、いろんな国作ってそれで勢力下に置いて、いやなんか北イタリアこんなに簡単に取れちゃうのかよ、ね、民衆も驚きであるということですよね。まあ、そうすると時にイタリアのベローナにいたね、このルイ18世なんかは、あ、これはいよいよベローナにもイタリアにもいられなくなっちゃったんですね。ロシア皇帝に保護を求めるなんていうね、まあ、そういう惨めな思いにもさせられるんですね。いやまだまだナポレオンここからですよと。1798年にはエジプト遠征だということになります。これはですね、まあ、イギリスを睨ん でイギリスがインドね植民地に持ってて貿易を盛んにしてるというのに目をつけてですね、その中継地となってるこのエジプトをね、まあ、叩いておこうということでエジプトにも行くんですよね。で帰ってきての1799年にはブリューメール18日のクーデターということで、まあ、いよいよ、まあ、自分がこうやっていいなという思いがね強くなり、この執政政府成立させますと、ね、ここはまあ統領政府なんていうふうにもね言われますけど、まあ、ここでは執政政府と言っておきましょう。執政政府を作ってですね、この執政ということで、まあ、国のトップですね、この3人設けてですね、その第一執政ですか、自分がその中のトップ、まあ、つまりはもう国家元首ですね、国家元首の地位にですねここでついちゃうんですね。おいおいおいと、またこっちのルイ18世サイドから見てみましょう。とんでもないことやってくれたなとね。国王っていうのはもうブルボン朝代々続いている我々しかなれない地位だしね、それに類する地位だったら同じことだと、何をやってるのかと。まあ君活躍してるのはいいけどね、早く王政復興させてこの自分を君主にしてくださいよとね。そうすれば君もね、まあ、将軍でも何でも望んだ地位につけてあげますからねというような手紙をですねナポレオンに送るんですね。まあ、ナポレオンもまあ律儀なものでこの時にはですね、いや貴殿はもう帰ってこない方がいいと思いますなんつってね、まあ、帰ってくる時には10万の屍を乗り越えなきゃいけないでしょうなんですね、まあ、大戦争になりますよみたいなねことをこう暗に示しながらね、そういうやり取りもあったということだったんですね。まあしかしもう相手にされないのはまあ確かであるということですよね。でまあナポレオンの話としてですね、まあそうやって特に外交がね華々しい一面、内政もしっかりやってったんですね。1800年にはフランス銀行設立ということになりますし、またフランス革命の時からですねずっとローマ教皇とはちょっと微妙な関係になってたんですよね。フランスがそこをねなんとかこううまくもう一回つないでコンコルダート、ね、宗教協約、ね、結んだりをするということですよね。そして1802年には終身執政、いよいよもう死ぬまで私がやりますよっていうポジションにまでついていきます。でここでですね、まあ、そういう地位に行くと、まあ、反発する輩も増えてきますよと。例えばこのルイ18世の弟アルトワ伯ですよね。アルトワ伯もバリバリの主教派ですからね、ここはもう暗殺という手段に出るしかないななんつってね、暗殺計画に乗ったりするんですが、まあこういうのをバレちゃったりしてね、でバレたらバレたでですね、そうかと。ナポレオン・ボナパルトにとってはこういう執政っていうねちょっと中途半端な地位にいるのがいけないんだと、もう正々堂々と私こそがトップオブザトップの地位にねいた方がいいんだとね、そういう発想になるんですよね。そこで1804年にここで皇帝に即位をするということになります。ババーンと
ね、もう国王以上の存在ですよということになるんですよね。でこの皇帝に即位をしてド派手な戴冠式ね、パリのノートルダム大聖堂でですね戴冠式をする。まあ通例として戴冠式っていうのはですね、教皇から冠をかぶせてあげますよっていうね、そういうものであったのが、まあここではですね自分で冠かぶったっていうんですね。自分で冠かぶって、まあそこで示すのは、一つにはまあこれからはね、もう実力主義の自由主義の世の中なんだと、ね、自分の努力によってトップにも上り詰められるぞということを、まあ、見せるという意味と、まあ、もう一つにはその教皇を目の前にこう自分で体感することによってね、教会っていうのも政治あってのものだぞと、ね、教会から何か授けられる世の中ということではないんだと、ね、そういうことを、まあ、思惑として見せる、ね、そういう戴冠式もやったということだったんですよね。いや、うなぎ登りでこう来てますよと、ナポレオン・ボナパルト面白い、ね、そうするとじゃあまた向こうサイド行きましょう、ルイ18世、これねどうやって見てるかってね、もうねここまで来ちゃったらもうなす手がないでしょうね、普通まあおとなしく見せた方がいいんじゃないのってね思いますが、まあではまだやりましょうということですよ。この時はですねワルシャワに行ったんですね。いろんなとこ行ってるな、これワルシャワにこの時は行ってですね、もうさすがに皇帝ってのはやりすぎだとね、もうあれに反発する人も多いでしょうから、皆さんねもう結集しましょうとね、その力を集めて、で集まれってやったんですね、まあ、集結のお触れをこう出すんですよ。ところがここで集結をしたのが、まあ、なんとこの自分とその弟のアルトア伯、まあ、強いて言えばその息子のアングレーム公、この辺は集まったけど他集まってくる人いなかったなっていうね、なんとも寂しい、まあいいやとね、久しぶりにまあ兄弟でもね集まったし、集まったところがスウェーデンだったんですね。じゃあここから抗議声明出しますかなってね、抗議声明出すんですが、まあ抗議声明出すにしても他の国に迷惑かけちゃいけないななんつってね、ちょっと気遣ったりもしてね、まあそれならそれぐらいならやらなきゃいいのにと思うんですが、まあスウェーデンからとは言わずにこうバルト海上からなんつってね、地名もごまかしたりして、まあ抗議声明を出してですね、王政復興をもう一回なんとかとか言ってね、まあ王族が復活させると、政党はこっちだとね、うんぬんと、まあそういうことを言うんですよ。もうここまで来るとね、そんなのを聞いてる人もいないとね、相手にする人いないと、もうそれこそ負け犬の遠吠え状態にまで陥ってしまうっていうね、悲しいルイ18世を尻目に、まだまだナポレオン・ボナパルト行きますぜっていうことですね。さあ行きましょう。1805年にはですね、第3回大仏大同盟組まれます。まあ大仏大同盟ね、このフランスがいよいよもう力をつけてくるとですね、周りが連帯してなんとかフランスに対峙していかないと、みんなこう侵略されちゃうぞということになってくるんですよね。で大仏大同盟という同盟を結んで立ち向かっていく。でその年にトラファルガーの海戦というのがありましたと。イギリスとですねバチバチと戦って、まあ、海戦なんでね、まあ、これはフランスがあんまり得意ではないんですよね。そういう面もあって、向こうには特にネルソンっていう提督っていうですね、まあメジャーなキャラがいるんですよね。ネルソン強えなーって、ここは負けちゃう、まあいいやと言って迎えたのがこのアウステルリッツ三帝海戦ですね。いや今日もね、この戦いとかちょいちょいこうメジャーどころは出しますけども、このナポレオン・ボナパルト、いろんな戦いやってるんですよね。めちゃくちゃこういろんなところで戦いやってですね、軒並み強いんですよね。またいつかですね、ナポレオン・ボナパルトももうそれ単体だけでね、このお話やりたいですね、まあ、やりたいけども、まあ、今日は主だったところを見ていきましょう。その主だった中でもこのアウステルリッツはね、面白どころなんですよね。フランスの、まあ、ナポレオンといえば、面白いところでこの名言というのがありますよね。ナポレオンの名言ってこう調べるといくつも出てきてですね、あれだけでもまあ1時間ねお話できますよ。もう名言の中でもですね、こういうのがあるんですね。状況だと、何が状況だ、状況は
俺が作るんだっていうね、まあそういう話があるんですね。いやーなかなか痺れると、その状況なんてものは関係ない、自分が作るもんだといった、その言葉通りのですね戦いがこのアウステルリッツ三帝海戦で見れるんですよ。ちょっとここ見てみるとですね、この三帝海戦ってまず何と、この三帝っていうのはですね、一人はナポレオン・ボナパルト皇帝ですね、ナポレオン皇帝ね、もう一人はオーストリアの皇帝、もう一人ロシア皇帝と、ね、この3人の皇帝が一堂に会する決戦だったので、アウステルリッツ三帝海戦というふうに言われるんですね。このアウステルリッツ三帝海戦がですね、まあナポレオンの戦術がドハマりしたそういう戦いであるというふうに言われてますし、また軍事史上ですね、まあ、最も芸術的な、まあそういう戦いだというふうにも言われています。まあどういう戦いだったかと簡単にご説明をするとですね、このアウステルリッツで戦いになるんですね。その向こう側の連合軍と戦いになる。この時フランス軍は7万3000の部隊。対する向こうはですね、約8万5000。向こうの数は多いんですね。いやもうこの辺になると数自体がすごく多くなってきますよね。めちゃくちゃ大軍になってきますよ。大軍同士のバトル、まあそうやってフランス軍はやや劣勢な中で早急に決戦をね、決めなければいけなかった。なんでかっていうと、まだその向こう側の8万5000の他にですね、援軍が、向こう側の援軍がまあなんか整ってきそうだったんですね。これは早いうちに叩かないと、もう圧倒的劣勢で囲まれちまうぞとね、こういうことになってくる。で向こうからするとこれはもう少しね戦いを長引かした方がいいっていうことになるんですよね。もう援軍が来ればもう確実にこっちの勝ちになるかなというところで、まあ、どうにかしてこのアウステルリッツで早く戦闘を仕掛け、また物にしなければいけないと、こういう状況にナポレオンはなってるんですね。さあそこをどうやって戦ったかということ、まあ、一つに面白いのはですね、ここでプラッツェン高地、高地ですか、高い地ですよ、高い地、まあ高台ですよね。戦っていうのは基本的には高いところにポジションを取った方が優位ですよね。高いところにポジションを取ろうとする。でナポレオンは早々にこのプラッツェン高地をですね取るんですよ。プラッツェン高地を取るが、しかしここからが面白いところなんですね。高地を取ったもののそこから撤退していくんですよ。でなんかこうフランス軍が元気ないように見せるね、元気ないように見せかけてですね、休戦交渉なんかもしだすんですね。休戦交渉して、いやちょっとうちねもうだいぶ疲れてきちゃってるとね、もうこのまんま行ってもラチ上がないんで休戦しませんかなんて言ってると、そうすると向こうからするとどういう風になるかっていうとですね、まあ待ってればこちら側の数がね優位になっていくんで、まあそれでいいんだけども、しかし今こう見てみると、あのプラッツェンコーチからなんか退却してる、有利な場所からあえて退却してるしね、それで、なんか弱ってるみたいだし、休戦交渉なんてこちら側に始めちゃって、いやこれ今叩いとけばこれ勝てるんじゃないかと、ね、こう回したんですね。でそれがナポレオンの、まあ、作戦でもあったんですよ。まあ、向こう側が、連合軍がそうやってですね、プラッツェン高地に一度ってですね、いざ決戦が始まっちゃうんですね。まあ、簡単にこちらでね、ご説明をしてみましょうと。まあ、これいつも使っているフランス国内の、まあ、略図、まあ、超略図でね、簡単な超略図なんですが、例えばですね、こちら側に、このラインのところにですね、フランス軍が並びますよということになり、じゃあ、対する向こう側に、連合軍が並びますよということになってですね、この真ん中にこう高地があったと。でここのところはもう高地はずっと連合軍が抑えてるんですよ。でこの並んでいるフランスの陣形の中でですね、この右翼ね、右側ですよね、右翼のこの部分をですね手薄にしておくんですね。手薄にしておく、そうすると高地からもうよくわかるんですよ。このああフランス軍の右の方が薄いなということ、これあえて薄くしていただけであってですね、まあフランス軍としてはここのところにね、後方にダブーっていうね、それこそ腐敗の将軍だというふうに言われたね、めっちゃ強力な司令官いるんですよね、いるんですけれども、まああえてここ薄く見せておくんですよね。で、この高地からどうやって攻め入ろうかと連合軍が考えてですね、よしあそこの
フランス軍の右翼を右側を叩くんだと、そこから突破だということで、ここにね軍隊をこう集め始めるんですよ、フランス軍の右側に。そうすると向こうの方がただでさえね数は多いですから、やばいなっていうことになるんですね。でもそこはもう織り込み済みね、もうギリギリなんとかねダブーとかこう入れて持ちこたえられるようにしといて、そうすると何が起こるかっていうとですね、この敵軍がこぞってこのフランスの右側の軍隊に突っ込んでくると、この高地が今度ガラ空きになってくるんですよ。で、高地がガラ空きになってきたところをですね、よし今だと言って、フランス軍がぐわーっと攻め入るんですね。で、まあここがどこまで本当かわからないですけども、その時までこの霧がかってた、そのね高地の周りがですね、ピカーンと太陽が降り注いでね、アウステルリッツの太陽だなんつってね、フランスの栄光じゃーみたいなね、いや痺れる戦いだなってことですよね。そこでこう痺れる戦いでフランスの軍がですね、一気にこのプラッツェン高地を取って、でプラッツェン高地からまたこの相手、もうだからフランスのね、フランス軍の右側を攻めていた相手をこの挟み撃ちするっていう戦術を取るんですね。これがまあドハマりをしまして、アウステルリッツの三帝海戦で勝つと、すごいなナポレオンということになるんですね。もう名前を轟かしてですね、これをもってまあヨーロッパの覇権を一気に握ったというふうに言われている戦いなんですね。まあアウステルリッツの海戦にちなんでね、なんかパリではオステルリッツっていうね、まあ、そういう、まあ、今駅もあるんですよね、まあ、戦勝にちなんだね地名もついたり、まあフランスではかなり有名な戦いであるというふうに言われてますね。まあそういった戦いもあってですね、とにかくまあこのフランス国内外にナポレオンありというのを示してですね、いやもうここまで来たらね、ルイ18世っていう人どこにもいないでしょうっていうね、いうふうになっていくんですよね。